皆さんこんにちは、佐々木です。今回はコーンスネークが水入れにギチギチに詰まって床材まで水が溢れてしまったので新しく自作する様子をお届けします。コーンスネークさんを爬虫類部屋に引っ越してからというものよく水入れに入っている様子が観察できます。おそらくエアコンの効きが良すぎて乾燥気味になっているのが要因ですが、全身で浸かろうとするのでご覧のありさまです。ギチギチに詰まりすぎてバターサンドみたいになっています。バターなだけにバターサンド。ということで水入れを一回り大きいものに新調するため100円均一ショップでこんなものを買ってきました。こちらはセリアさんで扱っているスクエアボックス蓋付き L 型です。見た目がスタイリッシュで白系のレイアウトによく馴染みます。同じくセリアさんでヘビ用水入れの定番のタッパー、食品用シール容器3リッターも買ってきました。パッケージ記載の通り3リッターと大容量でコーンスネーク程度の大きさなら余裕で収まるほどゆとりがあります。タッパーの蓋の部分をカッターで切り取ってコーンスネークが出たり入ったりする穴を開けていきます。開口部の大きさについてはコーンスネークの太さの2倍以上になるようにし、形状は丸や四角などお好みでカットします。蓋はふにゃふにゃで柔らかいので危険は少ないですが、念のため切り口を鳴らして安全にしておきます。最後に加工したタッパーをスクエアボックスに入れれば完成です。ぴったり。とりあえず古い水入れからバターサンドのバター部分だけ引き剥がします。このように水が溢れて床材がびしょびしょになっています。放置するとカビの原因になったりするのでなかなか厄介です。新しい水入れに交換します。ケージに入れてみると以前の水入れより明らかにでかいですね。設置後しばらく観察していると警戒しながらも恐る恐る使ってくれていました。開口部は 5×10cm と広いので容器内で体を切り返しても余裕があるように見えます。体についた水滴はスクエアボックスの縁でしっかり拭い取られています。床材が濡れて傷みにくくなるので結構いいですね。といった感じで今回はセリアさんのスクエアボックスとタッパーを組み合わせて水が溢れない水入れを作りました。SNS などで流れてくる飼育環境だとタッパー直置きが多くペットシーツなどがびしゃびしゃになる可能性がありますが、今回は受け皿となるスクエアボックスを取り付けることで生体が全身水入れに入って中の水が溢れてしまっても外の受け皿で受け止め床材が濡れるのを防いでくれるので湿気によるカビの発生を抑えることができます。また水替えする際にはタッパーを取り外すだけなのでそこに床材などが付着してイラッとすることはないですし、水替えでタッパーが濡れてしまっても水滴が床材につくことはないのもメリットです。ちなみにスクエアボックスはセリアさん以外の100円ショップでもいろいろなサイズや色のレパートリーで販売されてるので気になる方は生体サイズやレイアウトに合わせていろいろな組み合わせを試してみてはいかがでしょうか。では今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いできれば幸いです。